高蔵遺跡の元凶高蔵遺跡は愛知県名古屋市厚田区の高蔵町付近で発見された貝塚、古墳などの遺跡群の総称高蔵貝塚、高蔵古墳群とも呼ばれる1907年現在の外土井町から高倉町の付近で大津通の改修工事が行われていた際に土器が出土したものの価値がわからない作業員によって多くは破壊され捨てられようとしていた 1908年1月7日に、このことを知った名古屋陸軍地方養年学校の教官、鍵谷徳三郎が翌日現地に赴き、ほぼ原型を止める土器や、海藻などを確認、以降、3月25日までの約80日間にわたって、発掘調査を行った。その結果、多数の土器、石器や大量の貝、複数の重骨を確認し、鍵谷は、 土器や石器地点や貝塚の様相を観察した場所を図として記録したほか、出土した土器の詳細なスケッチなどをまとめて、後に考古学の研究誌に発表している。鍵谷の調査以降、2007年までの100年で約70回の調査が行われ、弥生時代から古墳時代、鎌倉時代までの以降、遺物を確認している。厚田大地の登園。 高蔵町を中心とする東西約580メートル、南北約770メートルをその範囲としているが、現在では児童公園や住宅地などとなって、王子の状況はほとんど残されていない。しかし、近年においても建て替えなどの際に地主の協力を受けて、発掘調査が行われている。看護集落が築かれていたことが判明している。また、 同時代の宝剣集公墓の跡が多数確認されている。5世紀頃の縦穴式住居跡が見つかっている。また紛糾は削られているが、複数の集合を検出しており、5世紀後半から6世紀前半にかけて多くの小型宝墳が作られたことが確認されている。また6世紀後半には、現在の高座積み子神社の周囲に複数の円墳が築かれた。鍵谷による 明治41年の記録では神社を取り囲むように7基の円墳があったとされる。周辺も含めれば15から20基程度の古墳があったが、神社を取り囲むようにあった円墳6基以外は調査すら行われないままに、ほとんどが開発で失われ、原形を止めて現存するのは1基のみ。副葬品から築造は6世紀後半と推測され、ダンプ山古墳などとの関連も指摘されている。なお、 前述の宝墳を含めて古墳群と呼ぶ場合もある。墳、計16から18メートル、墳高2から2.5メートルの円墳で、1954年5月に名古屋大学による発掘調査が行われ、二つの調査後、墳球は取り壊されて現存しない。石室構造、編集石室は南側に開口しており、 直径20から30センチメートル、長さ40から50センチメートルの丸石で、組み上げられ、壁が湾曲した、長さ3メートル、幅1.5メートル、高さ2.3メートルの2つの石室が、長さ4メートル、幅1メートルほどの沿道で繋がれていた。床は、平石仕上げ。これらの石は、木曽川、あるいは庄内側の上流から運ばれたと、考えられている。また、 複数の人骨が見つかっていることから、この墳墓に複数回の埋蔵が行われたと見られている。1号墳出土品、編集家ギタニが見つけた彫刻が施された馬の骨によって、弥生時代の日本に馬がいたのかについて議論を呼んだ。現在ではこの馬の骨は奈良時代頃のものではないかと考えられている。ありがとうございます。